大国のの神社は、滋賀県高島市新旭町相場に鎮座する神社である。明治維新までは、高島今宮、今宮三郎宮と称した。通称、磯川神社。旧社格は孫社。法縁4年、木津僧が三門、専属領になった際、日吉大社から総鎮寺として誕生された。同省内に鎮座する式内社橋か布神社を、 小宮と称したことに対して今宮と呼ばれた。天寿6年8月18日に高島軍殿井村武の花から先座されたという記録があり、欧二29年の木津総建中町には上山の麓にあった九五旅所の位置に今宮と記載がある。年代不詳の木津総引田町では現在地での鎮座に記載されている。 大永15年に神里と下郷の間に、居酒屋が生じ、本社と日吉二宮神社に二分された。また、永正8年の五九年中行事によると、4月初猿日に本神社の礼祭、4月初取日に二宮権限の礼祭が神里と下郷の共同で行われていたとされる。ただし、教法5年の村名祭帳にはこの祭礼の記事がないことから、 江戸時代半ばまでには別個の祭りとして行われるようになっていたことがわかる。本社に伝わる、永正八年後九年中行事、法営三年後九年中行事及び、原文三年後九年中行事を覚え日記から、年間の祭礼は簡素化されつつも、明治初年までほぼ変わらず行われていた。大子より、鮭の他宮座が存在した。新職と宮年寄よりが、 祭事に携わっていた。明治2年に差別撤廃のため宮沢廃止され、依頼者家と宮総代により祭事が営まれている。遠方年間に甲府祭祥より東西32県南北143県の土地が寄進された。また、大正8年、会馬や演習場を視察中の北白川宮が立ち寄り参拝している。勘定以来、 今宮三能権限と合していたが、慶応4年3月に元社号に改められた。政府の一村一社政策により、明治43年7月に、白雲神社、上山あた神社、御所宮の三社を合資した。ありがとうございます。